先ほど住江のバスターミナルを出たところです。まあ今こういうスマートタクシーみたいな、まあ、ハイヤーをチャーターしてます。まあ、もうおられるが嫌なので、最初に料金交渉して、往復で200円というのを、まあ、2回3回交渉して170円というところで、まあ向かってもらってます。まあ、同じだったら可愛いお姉ちゃんがいて、可愛いお姉ちゃんがしてます。本当にでも、世界遺産なんですけどね、買う人がいませんね。まあ、タクシーに比べたら危険性は、交通事故のあれはあるんですが、事故は何でしたってあるんです。まあ、こちらは同乗者ですね。